森敬斗は、静岡県静岡市葵区出身のプロ野球選手。右投左打。横浜 DNA ベイスターズ所属。小学3年時に軟式野球を始め、中学時代は硬式の島田ボーイズでプレー。島田ボーイズでは3年春から三塁手を務めていた。中学卒業後は、神奈川県の桐蔭学園高等学校に進学。2年秋から主将を務めた。その秋季大会では、県大会で準優勝の成績を収めると、関東大会でチームを24年ぶりの優勝に導いた。特に初戦の常総学院高等学校戦では、逆転サヨナラ満塁本塁打。決勝の春日部共栄高等学校戦でも2本塁打を打つ活躍を見せた。3年春に出場を果たした第91回選抜高等学校野球大会では、初戦で京信高等学校に3対5で敗れたものの、3番、遊撃手として出場した森は4打数3安打1、打点の成績を残した。3年夏の選手権大会への出場は叶わなかったが、8月に行われた U-18 ワールドカップの日本代表に内野手として選出。ただし、チーム事情から外野を守ることもあった。2019年10月17日に行われたドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから1位指名を受け、11月23日には仮契約を結び、契約金1億円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は6。2020年は2軍で開幕を迎える。シーズン終盤の10月27日に初めて1軍に昇格すると、同日の読売ジャイアンツ戦8回裏に石田健大の代打で初出場。チアゴ・ビエイラから左越え二塁打を打ち、初打席で初安打を記録した。2軍では遊撃手として58試合に出場し、打率210?2本塁打、13打点、7盗塁、オプス580という成績だった。2021年も2軍で開幕を迎える。7月10日に同年1軍初昇格を果たすと、翌日の7月11日の中日ドラゴンズ戦で、プロ初スタメン、プロ初犠打、プロ初複数安打を記録した。7月12日の阪神タイガース戦で、青柳晃洋から、プロ初打点を記録した。2軍では、遊撃手として69試合に出場し、打率255、6本塁打、29打点、16盗塁、オプス670という成績だった。遠投120メートル、50メートル5秒7と高い、運動能力を誇る。ありがとうございます。